はい、こちらは今アトランタの空港ですね。アメリカのアトランタですね。はい、今朝の朝一の便で、まあ、ジャマイカを経って今アトランタに着いたんですけど、こっちからとりあえず6時間ぐらいなんか待機して、まあ、それでニューヨークに向かいたいと思います。とりあえず、まあ、寝過ごさないように、まあ、行きたいと思います。トロピカルアイラン楽園の島、陽気に笑う太陽の下、胸に込み上げてくる熱い思い、住む島の彼方や今ニューヨークですね。ニューヨーク初上陸ということで、ニューヨークのなんか空港なんですけど、これやばいっすね。このレストランですかね、かなんかなんですけど、多分この各テーブルにタブレットがあるっすね。これはすごい。これはちょっとお客さん思いすぎる、過剰なサービス。なんか全然荷物来てないっすね。さすがに荷物取りたい。Excuse me. Can I get my bag? The bag? Yeah. From where? Atlanta. Huh? Atlanta. Go straight down to C6. Atlanta or Atlanta C6. Atlanta C6. All the way down to the end of the building. Go down. Go straight? Yeah. なんか場所間違ってたっぽいですね。早速迷う。一人なんでやっぱ心細いですね。これはもうアトランタ、こっちのレーンにあるっぽいんですけどね。あった、速攻見つけた。多分ナンジーがいれば間違いない。あ、やだ。ダール間違いない。とりあえず無事、まあ、あの荷物受け取ったんで、まあ、今のところ順調っすね。バックチェック、ナハボリンパス、ナハボリンパス、ボリンパス、ボリンパス、なんだろう、これ。なんでいいっす。ごめん、ちよ。あ、オッケー。オッケー、Thank you。なんか大丈夫分かったんで。とりあえず一回。聞きまくろうですわ。聞きまくろう安さ作戦。Excuse me. Can I ask you? Sure. So me wanna go this hotel. Comfort Inn, LaGuardia Airport. Yeah, what kind of boat? I'm sorry? Oh, how to get there? How to get? Okay. No. All right, see, Comfort Inn and Suites. So you're gonna wanna dial 82. 82? This, bus number.すっげえ複雑な、okay. マップで、so right、now, 分かるわけがない。すっげえ意味わかんねえ。レベル高い、難易度高い。なんか電話して聞け的なロリっすね。 Excuse me, can I use the phone? Yeah, so me wanna call this number. And then we won't check it reservation.
で、ミオンチェキ、そう、ゲタバス、シャトルバス。で、まさかの。ホテルボウチャー、バウチャー。トランシガトランI'm trying to understand you have an idea but you said no answer? Yeah, no answer. Okay, me ask bus driver. Okay. Thank you. もうバスの運転手に直接聞く作戦、もうそれが早いかな。これでもしバスが終わってるってなったらもうそれこそ終わってる。ラスネーム高道。ん？ホテル？We have to call this hotel. Comfort. Can I understand? Kill っていうの。Sorry.Excuse me. I cannot understand. Hello? No. Window, window. Ah, not picture, movie. Ah, give me a movie. Yeah, move, move. Thank you. Bus, shuttle bus を手配してくれました。 Thank you. ありがとう。 どうもありがとう。 Sayonara. Sayonara. Respect.Yeah. もう OK. Let me get her. Get her. Yeah. OK. Check it. Let me check it. Thank you. いや、すごい親切で。White. Color of the band white. White? You see? Ah, white, white band. OK. What's it? Ah, OK, OK. Thank you. すごい優しい。あの人がいなかったら違った未来になっていたかもしれない。はい、一応今はもうニューヨークに着いて、今ニューヨークのホテルにどうにかチェックインできたんですけど、なんか最初なんかセキュリティのためになんか現金を結構いくらか払わないといけないってなって、でそんなにその US も持ってなくて払えなくて、ちょっと払えないってなって、じゃあ泊まれないってなって、でもなんかホテルのお金は最初にもう払っててっていうような感じだから、泊まれるのはちょっと嫌だしどうしようってなった結果、結構しつこく言ったら普通に泊まれたっていう。なんか一応もう時差もちょっと1時間早くなってるんで、まあ、間違えないようにさしても早いんで、はい、まああれっすね、まあ、粘りがちっすね。相撲で言ったらあれこううっちゃりみたいな、止まれなさそうだったけどどうにか最後巻き返してうっちゃりですね。なんかもしやるとしたら土俵際にバーなって、みたいな感じです。はい。じゃあちょっと明日も早いんで、今日は寝ます。ちょっと今ニューヨークの
ニューヨークですね、今飛行機乗って今から羽田に向かいたいと思います。まあなんとか順調に乗り継ぎもできたんでよかったっすね。はい、さい、どうもみっちゃんもやくちゃんのでございます。現在ですね、こちらは、ダールレコーズの、スタジオになっております。あの沖縄の那覇ですね。無事、沖縄に、まあ、何事もなく帰ってくることができましたということで、まず最初に報告したいと思います。まあ、半年ちょっとぐらいですかね、あの滞在させてもらった感じなんですけど、刺激的なこの生活を送ることができたんで、めっちゃ楽しくてよかったなって思うんですけど、であとあのジャマイカチャンネルで今までいろいろ、まあほんの一部かもしれないですけど、いろいろこうまあなんていうんですか、お届けするみたいな感じで、まあ、やらせてもらったんですけど、ちょっとまだ個人的なやつで一応行ってないのがあって、あのジャマイカでちょ彼女ができたんですよ、22歳のただ本当なんか紹介とかしたいんですけど、ちょっとなんかいろいろあって、この顔は見せれないんですよ。ちょ顔マジで可愛いんですよ。ちょ可愛いとか言っときながら顔見せれないのはマジで悔しいんですけど、っていうのもこのなんて言うんだろう、この彼女が、まあ、いわゆるこの住んでるエリアみたいな、まあ、地域的な部分で、まあ、いわゆるこの貧困地域みたいな、まあ、場所で、やっぱりこの日本人とかと、まあ、仲良くしてるのとかっていうのが結構表沙汰になったら、この、まあ、例えばあっちでの生活に支障をきたしかねないみたいな、例えばお金持ってるって思われたりとか、まあ大げさと思うんですけど、例えばなんか強盗入るとか、結構ガチでそういうことがあったりとかも可能性もマジで出てくるんで、そういった意味合いでちょっと顔をお見せすることができないんですけど、見してってなる人はあの直接会った時に見せます。帰らないといけないって話して、帰らんでってなって、あ一応でも一応帰らんといけないみたいな、寂しいみたいな、見てみたいな感じのがなって、 I miss you みたいな、一応普通に寂しいじゃないですか、一応あごめんみたいな、俺が連れて帰れる力もないし、なんか一応なんかうわごめんみたいな、まあ連絡はやり取りとかしてるんですけど、うん、まあそんな感じですね。まあいろいろこうジャマイカ住んで、あの彼女の話はもう終わりっていうか、もう置いといてですよ、もう終了、はい、で今回であのとりあえずジャマイカチャンネルまあ終了っていうような形になるわけですけれども、まあ、でもやっぱり最後はこの皆様方にこの感謝の気持ちというか、感謝の言葉で、ジャマイカチャンネルを締めくくりたいと思います。ありがとうございました。ミヘデビル、これからも沖縄でいろいろこう頑張っていきたいと思うんで、まあ、ミュージックビデオもそうなんですけど、いろいろこのダールレコーズからどんどん配信していきたいと思ってるんで、これからもまたよろしくお願いします。ありがとうございました。 Hey yo、 ここが分かれ道、右左、自分に嘘はつかずに行きたい、特に周りの目とかは気にしない、どれを選ぶか己の意思次第、ということでここ再び沖縄に参上、南のエンターテイナー from 南城、ボスなりダンスを全ての壇上を沸かす誕生の各壇と、みやみちゃんマイクチャンネル、南の島のエンターテイナーよ。音に揺れて踊る、MG to me mind!